大輔エリナの聞いて合点下町シマウマラジオ。はい、皆さんこんにちは、始まりました第8回目のシマウマラジオ。このラジオではつながりを大切にした町の未来の働くを考えるをテーマに、ご意見番大輔こと、有限会社人事労務代表の矢作 と、今回もあのパーソナリティの山崎に代わりまして、私金野が、ゲストを招きして、語り合います。ラジオ名のシマウマはですね、企業利益と社会貢献2つを、両立している企業のことをゼブラ企業というふうに言うんですけれども、そこから取ってシマウマを、マスコットにしております。働くことと生きること、そのものを深く考え、楽しく、語り合う、そんな時間に、できればなというふうに思っています。今回もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、このスタジオまた今回もですねコロナ対策消毒等、万全の体制で行っておりますので、よろしくお願いいたします。で今回、ゲストに、お招きしているのが、お二人になります。株式会社山村取締役の中村さんと、株式会社ベステイト代表取締役石橋さんに、お越しをいただきました。で台東区の方にですね昔からのこう銭湯として、海西湯さんという場所があったんですけれども、そこが、まあ、人々の記憶が詰まったその建物をですね、未来に残したいという、思いを受け継いで、もう地域のコミュニティの起点として、残っているその場所についてのお話をお伺いいたしました。場所がですね非常に素敵な空間の中でお話をお送りしておりますので、そのあたりもぜひご覧いただければなというふうに思っております。それではどうぞ VTR をご覧ください。皆さんこんにちは、有限会社人事労務の金です。今回の対談は、記憶をつなぎ地域をつなぐ働き方と暮らし方ということで進めてまいりたいと思います。でお話をお伺いするのが、こちらにいらっしゃる、株式会社山村、取締役の中村さん、でそして、株式会社ベステイト、代表取締役の石橋さん、はい、にお話をお伺いしていきたいと思います。今日のこの収録の会場はご覧いただく通りで今回のテーマの柱であるその海西湯さんのを改装したこのスペースをお借りして後ろに富士山も映ってるかと思うんですけれども、はい、このスペースの中でみんなで進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。でそして同じ台東区で田心カフェ、運営している、ケイマルサンシティファーム地震協議会の、与板さんにも、一緒に入っていただいてお話をお伺いしてまいります。じゃあ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね最初にまず中村さんと石橋さんそれぞれご自身について、ちょっと自己紹介兼ねてお話をいただきたいなと思います。まず、なんでこの海西湯の、こういった場に関わることになったのかとか、あとじゃあここでさらにこうカフェという場がなぜできたのかとか、そのあたりのこう経緯なんかもお伺いできればなと思いますので、まず、中村さんから、はい、よろしくお願いします。はい、中村いずると申します。よろしくお願いします。ですね、私は、建設業株式会社山村という建設会社の、役員をやってるんですけども、そちらの、木造建築であったり、内装を、設計したりこう施工したりするのがメインの会社で、山形と、東京仙台と、そういう3拠点でやってる会社なんですけれども、その海西湯とのつながりという意味では、学生時代からこの入谷に住んでまして、海西湯が、常連でこう通っている銭湯だったというと。普通にこちらに通ってらっしゃる。そうですね、はい、学生時代から通っていて、社会人になってからもずっと通っていたという経緯があります。それで、この建物をこう保存してこう活用していくっていう流れなんですけれども、オーナーさんから、2015年に、その建物を活用しながら、銭湯業としてはこう、設備投資とかの問題でなかなかこうやっていけないんですけれども、
まあ、その建物自体を活用して何か違うこう提案というか、存続できる道はないかっていうことを、私がその所属している台東歴史都市研究会という NPO があるんですけども、こちらの方にご相談がありまして、徐々にじゃあどうしていこうかっていうところで、関わっていくという、経緯ですね。なるほど。ありがとうございます。ちょっとそこからのこういろいろ流れは、またこの後ゆっくりお伺いしていきたいと思います。じゃあ、石橋さんもよろしいですか？はい。株式会社ベストエイトの代表の石橋と申します。弊社は主な事業はホテルの運営会社をやってまして、今東京と福岡に2店舗、ホテルを運営しております。で、そうですね、基本は今はコロナになってしまって、すごく少なくなってしまったんですけど、海外のお客様とか、インバウンドの、訪日外国人の方を、メインにターゲットにした、ホテル運営っていうのを、得意としていて、会社の思いというか、ビジョン的なところで言うと、そういう海外の人たちにとにかく日本のいいところとか魅力を、体験してもらって、日本のファンをどんどん増やしていく。そして、日本という国をもっと再び、元気で活力のある国にしたいなっていう思いのもと、この会社を経営しています。で、この開催湯に関しては、東京の方のホテルを2020年の1月に開業したんですけど、その開業の前にちょっとこの近隣の、店舗さんとか、飲食店さんとかにご挨拶回りというか、会ってた時に、たまたまその開催さん見つけて、で、中に入ってご挨拶して、でそこで中村さんと出会って、でそこからいろいろとお話が続いて、今こういうふうにカフェをやらせていただいているような形になります。なんか本当、運命の出会いっていう感じですけれども、ちょっとそのあたりのいきさつ、また詳しくお伺いさせてください。ありがとうございます。八板さんもちょっと、自己紹介兼ねて、こんなことやってますということで。山田さん、シティファームス精神業界院長の山田と申します。私たち自身はですね、田心カフェという台東区のコミュニティカフェとなっていければということで、かっぱ橋の本通りにですね、カフェを、去年の9月にオープンさせました。自分たちはこう、ボランティアメンバーというか、みんなボランタリーで巡っている組織ではあるので、何かこう指示命令があるわけでないんですけれども、みんなの中でこうマルシェをやって、そしてカフェもですね、そういった自分たちのこう思いのもとで、ご縁があって、スタートしたっていうのがあります。今日はじゃあよろしくお願いしおま願いす。します。この場所であるこの開催湯さんなんですけれども、中村さんは常連客でもあったということで、ご自分がこうそうやって馴染みのある場所としてこう通っていたところを、じゃあ次の段階ではこうその場をさらに自分がこう受け継ぐというか、つなぐ役割になっていったわけですよね。で、そのあたりのこうやっぱりこうすごくこう重みのあるそうで流れだと思うんですけすど、ね。その点はいかがでしたか？どういう思いで取り組みましたか？一つは、なりわいというんですかね、建築の中の、なりわいのあり方みたいなことを、自分自身の中で、会社に出会う前に考えていて、というのは、大学のその研究室で、建築学科に入ってからの、その分野がたくさんあるんですけども、その中の古い建物をどう現代に保存して活用していくかっていうところ、専門の研究室に入って、で、地方で古民家を蘇らせたりとか、そういうことをやりたいなと思っていたんですけども、実際自分が住んでいるエリア界隈にも、実はそういった建物って結構たくさん残ってるよねっていうようなことを、思っていたんですよね。で、そこでNPO に入会して、勉強しながら、実績というか、貢献できたらなと思っていた時に、ちょうどその自分が日常的に通っている銭湯さんから、依頼が来たので、これをちょっと自分に、ぜひやらせてくださいっていうような話で、担当みたいな形になったんですね。で、とはいえ、
その直すのにこう費用がかかったりとか、まあ、たくさんのハードルがありますし、まあ、地域の人たちのこう、まあ、いろんなこう街づくりやってる方とか、まあ、アートやってる方とか、まあ、いろんな人がこう銭湯の空間にはやっぱ興味があったので、じゃあどんなこうアイデアでこう活用していくかっていう話は、まあ、かなりこう何度もこう練って、まあ、オーナーさんにプレゼンに行ってみたいな形でやり取りをしてたんですね。で、その最終的にこう自分たちの会社としてこう担っていくことになるんですけども、それになった理由っていうのは、やっぱりその時代的に、まあ、日本はその戦後こうスクラップ&ビルドを繰り返していくんですけども、まあ、そういう形じゃなくて、やっぱりこう古くからあるものをこうしっかりストーリーも含めて活用していく事例もないと、こう街がどんどんこう均一化して、なんかこうここにしかない文化とか、そういう空間とかも残っていかないんじゃないかっていうところが、まあ、そういったところが一番強かったですね。はい。確かにこうどんどん作っていくにしても、それだとこう同じ景色がずっとそうです続ね。く、駅前は同じ店が並んでるし、そういうはい。ふうになってしまうんですよね。でもこう当初からご自分の会社でこの場を担うっていうのは描いてた部分ではあったんですか？ですね、その、まあ、谷中とかでも、やはり、イノベーションで、こう、先駆者的に動いてる方もいましたし、まあ、なんか、自分が、その、メインで、こう、やるかっていうところは、まあ、その、相談を受けた時に、まあ、こう、いろんな人と一緒にやるのかな、ぐらいの感じだったんですけども、自分がやろうって思った理由っていうのは、やっぱり、その、オーナーさんとの関係性が、うちの父親の代からこう割とこうつながりが強くてですおね、父様もはい、オーナーさんとつながりがそうですね、とかですね、まあその父のこう兄弟とかがつながってたりとかですね、まあ、いろいろこう割とこう信頼関係が、まあ、その話していくうちに昔話も含めて気づいていって、これはなんか自分がやった方がいいんじゃないかなっていうところが思いまして、でまあとはいえ、こう、本業が建設業なので、なんかこう、ここに、なんですかね、拠点を構えつつ、その改修工事も自分のところでやって、みたいなことをやる一番の、こう、まあ、ある意味、チャンスでもあるのかなっていうふうに、こう、捉え始めたんですね。で、やっぱり、その、こう、銭湯がなかなか残りにくいっていうところは、近隣のこう地域でよく聞いていたので、なんとか残る方法はないのかなと思って、で、まあ、その時に自分の立場的にその会社の中でその再生するっていうこう部門を作ろうと思ってたちょうどタイミングだったんですよね。で、そういったこう拠点を作る時になんかこう新しい施設の中にあるオフィスよりも実際にこういったこうちゃんとした歴史のある場所を活用したところに拠点を構えるって相当こう意味があるんじゃないかと思って。まずはじゃあ自分が構えようみたいな感じになったんですね。はい。ありがとうございます。この場所を、カフェが、できる前に、まずはその山村さんのはい。こうオフィスがそうですこね。こが一つの拠点になってたわけですそうね。ですね。で、その頃に石はい。橋さんがその挨拶そうにですいらしね。た。そうですなね。るほど。どういう気持ちでこちらにいらしたんですか？まさかこういう展開になるとは。思ってなかったなですね。るほはい。ど。全く思ってなくて、本当に、ふらっと寄ってっていうところで、そうですね。そこから、まあ、いずれさんの方から、まあ、ここをもっと地域に開かれた場所にしたいっていうふうにおっしゃっていただいて、まあ、もともと銭湯だった時、ここが本当に地元の方々にの、まあ、憩いの場として、多くの方に利用されてた時のように、またここがその人であふれかえる場所になったらいいよねっていうところでお話しいただいて、で、まあその山村さんの方でこう向こう側の、その脱衣所側の方で、まあ、カフェというか飲食されてたんですけど、そのやっぱりこう本腰入れてっていう形ではなかったので、そこを我々が、
そこに入ってうカフェとして何かやって、ここを、まあ、あの建物として保存再生するっていうところもは株式会社山村さんがもうしっかりここをあの耐震の補強とかも含めてされてて、ただまあそれだけだと本当に建物をただ残すっていう風になってしまうところもあると思うので、まあ我々の部分はそこにいかにまたこう人に来てもらうかっていうところをまあにフォーカスしてカフェをやろうっていうところで、まああの同じこう目標というか同じビジョンが、そのビジョンが合致したんで一緒にぜひやらせてくださいってカフェになったっていう。あ、じゃあ石橋さんがこう、まあ、ここでの出会いを機にあのちょっとぜひやりましょうっていう感じでこうお話を中村さんにお伝えしたそうですね、はい、その間ってどれぐらいのこう時間期間だったんですか。それがあの本当にタイミング的にちょうどコロナになったぐらいの時で、だいぶそうなんですよ、あの2019年の冬、まあ、11月から12月ぐらいからもあのお話しさせていただいてたんですけど、年明けて、2020年の4月頃にはオープンできたらいいよねっていう話をしてたんですけど、まあ、ちょうどその時が一番最初の緊急事態宣言になってたんで、ちょっと伸ばしてっていうので2020年の7月にオープンしました。時期をそうやって少しずらしつつも、こうやってなんかこうそういう大変な時期に着実にこう形にされるってやっぱりすごく、うん、あの思いの強さとそう、ね、こうそういう実行力っていうか、はい、うん、そこはなんか本当にあの素晴らしいなって思いますね。すごいなんかこう化学反応じゃないですけど、うん、そういったのは感じましたし、うん、最初からその私もそのいろいろこう近隣のあのカフェになっている事例とかを見たときに、やっぱりその銭湯は開かれてないと、うん、そのコミュニティも保存できないんじゃないかっていうところが、うん、まあ、最初からあったので、うん、まあ、キッチンをこう仕込んで、うん、まあ、脱衣所側はあの最低でもあの開いていないと、うん、そのまあ建設会社の事務所がありますって言ってもやっぱりなかなか入りにくいと思うので、うん、やっぱりそのカフェは必要なんだろうなっていうふうなことは思ってましたね、うんうん。でその先ほど の、 その方向性というかこうビジョンが一緒だったんですけど、こうアプローチがこうそれぞれ違ったので、その議論するのが結構楽しかったんですよね。でメニューの話とか、まあ、そのこう実際にあのこうなんですか、運営する時のこう実際のこう大変さだとかっていうのは、まあ、ホテル運営がメインですけども熟知されていたので、なんかこうやりたいことはまあ僕らからこう出すやりたいことっていうのもたくさんあったんですけども、うん、実際やるとこういうところが大変だよねとか、うん、日々の清掃どっちがやりましょうかとか、はい、そういったこう細かいところまで結構あのディテールをちゃんとこう詰めてスタートを切ったっていうのはありましたね、うんうん、なんかこういうご縁からのこう形になる過程って、ね、タコころカフェとしてのこうあの試みも結構こう共通点もあるんじゃないかなと思うんですけど、今お話を聞いていて、あのちょうど私先週ぐらいからまたカフェに遊びに来させてもらった時にも、あのまずあの印象としてこう地域の方と本当にこうあのとわいもなくこのあのお店こうだよねとか近所のお店のお店の話をしてたりとか、うん、あのしていて、あ本当にこう地域の方とのこう何て言うの、私たちも大事にしてるのがお客さんとスタッフっていう関係性ではなくて、うん、地域を共にする仲間という、そういうふうな感覚でやっていこうねっていうのが、やっていきたいねっていうのがあって、でそこはすごくこう、もうあの実現されてらっしゃるのかなっていうところと、逆にそのプロセスの中でどういうふうなこう、まあ、こういうものを大事にしようねっていうのをみんなでこう対話をされた場とかっていうのが結構ありました。そうですね、まあ、それこ そ、 その僕もこう行き来している中で の、 あの限られた時間の対話だったんですけども、うんうん、まあ、実際にこう個人的にこうメッセンジャーとかで石橋さんにいろんなやりたいこととか、逆に石橋さんがやりたいこととかっていうのをこう話しながら、その対面するときは結構もうすでに構想が膨らんでいる、その結構議論の質はすごく高かったかなというのが思いますね。
しかも山村さんのオフィスがここなんで、はい、もう話したいときにすぐ話せるっていう、そのスピード感はすごい良かったですよね。SNS で気軽にまあやり取りはできる時代になりましたけど、こういう場があるからこそ、うん、すぐにこう顔見て話せるって、それはすごく大事かもしれないですね。うん、会社対会社っていう感じっていうよりは、なんか同じ場所にいるなんか仲間たちみたいな感じで、うちのスタッフでもこうベステッドさんと仲良くしてる子とかもいますし、なんか一緒にやってる感がすごいありますね。大事ですね。この場が今できるまでの過程っていうのをお話しいただいたんですけれども、まあ、こういうふうな場ができて、実際例えばこう地域の方、周りの方からは今どんな声が聞こえてきたりしてますか？そうですね、なんかやっぱりこう一時そのオープンしてすぐの時っていうのはこう割と都内の遠くからこう SNS とかで見に、うん、まあ見に来るみたいな感じで、うん、その空間も含めて体験していく方多かったので、その地域の声っていう風なところは何ですか、誰がこう地域の人かっていうのがこう分かりにくかったんですけども、最近は結構そのリモートでこうカフェの方で少しこう仕事しながらお茶を飲んでってくれる人とか、あとはその一回新聞に出た時に結構その世代を超えてというか3世代でこう来てくれた方とかがいて、そのやっぱり開催湯にこう通ってた時の話とかやっぱりしてくれる方がいて、やっぱりこういう場所なくなっちゃうと、そのなんていうんですかね、憩いの場というか、その地域のふらっと立ち寄れる場所がなくなっちゃうから、結構感謝されることがやっぱり多くて、すごくありがたかったですね。そういう声がこうここに集まってくると、働く側としてもすごくそうですね、いいエネルギーになりますよね。今こう新聞というお話もあったんですけど、やっぱりこういう地域の中のまあ居場所というか、こういう場作りする上でどうこういう場を知ってもらうかとか、こう周知するかって、結構いろんなところがこう努力している部分だと思うんですけど、なんかそのあたりでこう工夫されている点とかってありますか？自分たちの場を知ってもらうために、集まってもらうために。そうですね、地域の人たちに関してはもうこの開催湯っていう場所自体はもう皆さんご存知で、もうこの場所にもう90何年間もあるので、この場所を知ってもらうというよりは、ここでカフェをやってるっていうことを知ってもらう必要がある、あったんですね、最初の頃は。なのでまあ、開催湯がカフェになりましたじゃないですけど、最初は結構その本当に近隣の方々に向けてポスティングを地道に実施したりとか、まあ、結構ここら辺にお住まいの方年齢層高いので、そのデジタルとか IT で攻めるというよりはこう本当にビラ配りとかポスティングとか、対面でそれこそ表の道路に立って、よかったら覗いていってくださいみたいな声かけをしたりとか、そういうアナログな、まあ、方法で最初はお伝えしていったっていうところと、まあ、あとは、まあ、我々の考え方として、もちろんその地域の方々にまた使ってもらいたいという思いが大前提あって、それとはプラス、まあ、銭湯に入って来たことがないとか、この入谷っていう街にまだ来たことがないっていうような若い世代の人たちにもぜひ来てほしいなっていう、この街のこの地域の魅力を体感してほしいなっていう思いがすごい強かったので、そのあたりは、まあ、インスタグラムとか、そういう SNS を結構駆使したりして結構届けていきましたね。やっぱりなんかこう、ウグイスガニはすごくディープな街で、イディアネギシってなるとこう、まあ、お祭りの時はすごいにぎわうみたいなイメージありますけど、こう普段からあまりこう、例えば若い人たちがこう、回遊したりって、あんまこれまで姿は見えなかったですけど、徐々にじゃあそういう流れも出てきてる時間っていうのが。はい。もう今結構こう、なんですかね、ウグイスガニとかイリアっていう街のイメージは若い子からしたら結構変わってきてるのかなと思ってますね。はい、
かっぱ橋も頑張らないといけないですね。またちょっと街の雰囲気はね、また違いますね。うん、あ、商売というか、そっちのこう色というのもあるのかなと思っていて、なんか今こう聞きながら、あ、私たちのアナログなやり方も間違ってなかったかなと思いながら見てたんですけど、うん、やっぱりこう、まあ、両方をつなぐっておっしゃっていて、こう、うん、あの、開催さんはもちろん、銭湯という場所が、私自身も田舎の栃木市とかで、あの自分自身も一旦通ったりしたので、記憶としてもやっぱりこう懐かしさを自然と感じる場所だなっていうのは、あの、思ったんですけど、あの、私たち自身はこう元職をっていうところで、こう昔こう、ここの場所も入谷もそうですね、浅草田んぼ、入谷田んぼって言われていて、あの、食の豊かな町だったっていうところの記憶を、あの、まあ、大事にしたくて、こう神社さんで、あの、秋葉神社プロジェクトの浅草田んぼプロジェクトということで、みんなで稲を植えたりとかをやってはいるんですけど、やっぱりそういう中でこうちょっとした、まあ、やっぱり昔ここだったのよねとか、野菜の育て方とかも、あの、私実家がこう埼玉でさ、畑をやっててとかっていう記憶をやっぱりこう呼び起こすっていうようなこう心みとか、アナログにやっぱりそこを伝えていくっていう部分もなんか大事なのかなって思います。実際こう、まあ、ちょうど1年経ったっていうことですけれども、うん、なんかこれまででこう印象的なエピソードとかって、まあ、いらしたお客様であったり地域との関わりで何かこう思いつく点ってありますか？そうですね、その記憶をつなぐっていう点で言うと、うん、あの、まあ、うちのこのカフェのスタッフも、あの、ここが銭湯だった時に入ったことはないんですよね。ない子もいて、なるほど、そういう子たちが、あの、もう本当に年配の方がこのカフェ利用で来られた時に、あの、昔こういう銭湯でお湯がすごい熱くてとか、あの、こう、その時の当時の地域はこういう雰囲気でみたいなのをうちのスタッフに教えてくれるんですよ。で、それをその聞いたスタッフが、あの、また別にお越しになったお客様に、昔ここは銭湯でこうだったらしいですよっていうお話を伝えたりとかして、うん、まあ、その当時の雰囲気を伝承しているというか、うん、温度がある街という感じがしますね。店の人が、ね、お客さんに教えてもらって、なんかもうその時点で逆転現象が、うん、そうですね、それがすごくいいですね。面白いね、うん、そういうエピソードがありましたね。もうすごい面白いな、うん、そう、言葉でこう伝えていく力ってすごくあるから、うん、あの、どんどんまたそれって残っていきますよね、うん、その一つの話として、うん、なんかうちのカフェで、ね、そう、お野菜の話がいろいろありますもんね、うん、表現ができ、ね、でもやっぱりその記憶を伺うこともやっぱりワクワクしますし、うん、それをこう、あの、やっぱり残していくというか、最初のうちはそう、私たちこう残していくぞみたいな風に思ってたんです。あの、つながり作っていくぞみたいな風に気合い入れてたんですけど、うん、実はその、この浅草とか、あの、台東区っていうのは、そもそもこうつながりがまだ残っている街で、うん、あの、無人販売をやった時があったんですけど、やっぱり無人販売を、あの、本当にお釣りも出ない仕組みなので、置いてあると、あの、お心づけで入ってたりとか、うん、あとこう近所のおじちゃんがこう、昔寿司屋だったんだっておじちゃんが店番するよみたいな感じで、てくれたりとかって、あ、そういうのを触れた時に私たちがこう気概を持ってつながり作るぞっていうわけじゃなくて、なんかこう地域の方がこう大事にしてるものを大事にして、うん、一緒に大事にしていくっていうのが大事なのかなっていうのを僕は感じているんです、ね、うんうん、まさにそういう感じですね、うんうんうん、こう古い町並みとか歴史がある町って、あの、それが一つのもちろん資産でもありますけど、一方でこう例えば若者が離れていくとか、まあ、地方であれば過疎化とか、そういう課題に直面することっていうのも多いと思うんですよ。あの、でも実際、まあ、一つのこう暮らす町、働く町として、やっぱりこのカフェもそうですけど、こう若い方が集まって新しい動きが出てるっていう、そういう流れが、あの、起きてるんだなっていうのを本当に、あの、実際に見て感じる部分でもあると思うんですけれども、あの、まあ、今後っていうのを考えた時に、あの、お二人それぞれこう、例えばこの地域がこうありたいとか、あるいはこの場がこうありたいなって、何かこう今、あの、ご自身の中で考えている部分っていうのはあれば、ちょっとお聞かせいただきたいなと思うんですけども、はい、はい、ちょっとたまたまなんですけど、おととい、あの、FM 山形で、あの、ラジオでちょっと車で運転してた時に、なんかパリの話が
なんかその音声で話が出てて、まあ、今そのコロナが少しこう収束しつつある時期に、そのカフェっていうものはどういうものかみたいな話がちょうど流れてたんですよね。で、その単純にこう休憩するような、まあ、喫茶というカフェという意味だけじゃなくて、なんか昔からその次の時代の暮らし方とか生き方とかを、まあ、対話する場としてカフェが位置づけられてるみたいな、なんかそういう面白い話を、まあ、聞いたんですよね。で、なんかまあそれをこう、なんですか、別に継承するわけじゃないんですけども、なんかそのここの場所をそのカフェとそのオフィスにの複合にこう置き換えてこうイメージしてたことをまあ思い出したんですよね。やっぱりこうカフェの場はそのベスケートさんのこう運営によって、まあ、こう地域からあの人が来るような状態ができているので、それがこうまた少しずつあのつながっていけばいいなと思いますし、逆にこのオフィス側っていうものをやっぱりこう次の時代のこう建築の作り方とか、まあ、場所の作り方とかっていうのを、まあ、カフェのこうスタッフさんとかベステイトさんとか、まあ、場合によってこうお客さんとかとこう話ができるような、なんか新しいこうオフィスの在り方みたいなのもこうちょっと模索していきたいなと思っています。なんていうかこう、お客さんとか働く側とか、そういうこう、境目がそうでちょっすとごね、ちゃ混ぜになったそようですなね、中で語る、そういうそ感うでじすね。ですね。なんかこうやっぱり時代がこう成長にずっと向かっていってる最中だと、まあ、決まった仕事をこうどんどんこうこなしていくっていうような働き方が続いたと思うんですけど、なんか今はやっぱりこうちょっとそうではなくて、まあ、変化しているので、なんか次はどうあるべきかとか、そういったことをなんかやっぱり対話し、まあ、安心してこう対話できる場みたいなものをやっぱりこのもともと銭湯であった場所、まあ、地域のコミュニティがあった場所で、なんか直接声をこうダイレクトに聞ける場所でこう働けるって実はすごいいいことなんじゃないかなと思っているので、まあ、そういうことを考えています。まあ、僕はなんかシンプルに人が集まる場所ってすごい面白いなっていうふうに思っていて、まあ、今なんかやっぱコロナになってリモートにが多いと思うんですけど、でリモートはリモートでそういう良さもあるとは思うんですけど、やっぱりこう人同士がリアルな場所に集まった時に生まれるエネルギーみたいなのが個人的にすごく好きで、なので、まあ、その地域を盛り上げるっていう観点からも、やっぱりこうどうやっていかにこうたくさんの人にお越しになっているかっていうのはこの先もやっぱり考えていかないといけないと思いますし、まあ本当にこう楽しいところに人は集まるし、人が集まるとまた楽しいことが起きるっていう、なんか両サイクルをこうなんかこの場を起点に、で、まあ、ここだけじゃなくて本当日本全国にこういう残したい魅力ある建物とか場所は空間あるんで、それをまあ山村さんと一緒に今後もどんどんやっていけたらいいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。古田さん、今日お話いかがでしたか？ありがとうございました。すごいこう、お二人の話を聞きながらで、もうお二人個々もそうですし、あとスタッフさんもそうだと思うんですけど、この内発的動機というか、本当に内側から出る思いからスタートしたっていうところが、もう最近こうちょっと幸せ視点の経営とかっていう形でこう学ぶ機会も私自身もあるんですけれども、なんかその辺がこうまさしくかなと思っていて、やっぱりこう対話の文化っていうところですかね、そういうところをこう大事にされていて、でちょっとこうお話にもあったコミュニティの掛け算っていうところも、なんか私たち自身また違う角度かもしれないですけれども、何かこう勉強させてもらったりとか、あと何かこうことを一緒にできていくと私たちも楽しいなと思いながら、思いましたので、よろしくお願いします。私たち、まあ普段こう対話の場作りとかっていうのを組織作りの支援の中でやったりもするんですけど、なんかそもそも最近思うのが、対話ってなんかこうお互いの心が開いてないとそうですよ成りね。立たなくて、で今日もそのいろいろ議論も楽しかったって話ありましたけど、そうやってこう心が開いてる状態になるには意外と体も開いてないとこっちこっちの状態だとできないですよね。なんか銭湯って出た後体すごいリラックスするから、やけにその牛乳を美味しく感じたりとか、お酒を美味しく感じたりとかってあるじゃないですか。そうやってこう
なんか体も心も開かれる場所がもともとでできた場所だから、なんかそれが起点でさらにそこから地域の方もお客さんもスタッフの方もみんながこう融合してこう働きながら語りながらこう場をさらにこうバージョンアップさせていくっていうのはなんかすごく古くて新しいこう働く場のあり方っていうか、本当さっきおっしゃっていただいたような点かななんて今日ちょっとお話を聞きながら思いました。ちょっと同じ台東区ということでまたこれから本当ふらりとまたご飯飲みに行きたいと思いますし、いろいろ交流もできればなと思っています。よろしくお願いします。はい、それでは、以上で本日の対談をしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すごい素敵ないろんなお話お聞かせいただきましたけれども、うん、うちのカフェとまさに同じ、ね、同じちょっと大変な時期の、ね、そうですよね、そうですよね、オープンということでしたけれども、うん、うちもね、かっぱ橋の道具屋やったら開業したなんていうのはうちとあともう一軒ぐらいの唐揚げ屋さんぐらいしかなかったような、同じような、ね、感じでちょっと親近感が湧いて、そうですよね、実際いかがでしたか、その、うん、いろんなこうカフェの役割とかこう、まあ、場としてのこう歴史なんかもいろいろお話出てましたけれども、うん、だから、まあ、うちのカフェももともとねそういったその、まあ自然だとか健康だとかにこうすごい気を使っていた和石さんがやってて、でそこのにたくさんの人たちが来ていて、まあ、そこをね、まあ、いろんな都合があって辞めるという時に、まあ、どうしようかって話になって、でまたこの開催さん のお話もその、まあ、この温泉がなくなっちゃうみたいなね、じゃあどうしようみたいな時に、まあ、中村さんがね、ここをなんとか残せないかなって考えたわけでしょ。だから本来だったらば、まあ、まあこういったねご時世の中で温泉という役割だけだと、まあ、実際難しいわけだったりとか、また、我々がカフェやった時も、まあ、コロナがなっちゃって、もうお店どうしようなんていう時に、まあ、やり手がいない、じゃあどうしようっていう時に、まあ、我々がやったんだけども、やっぱりそういった中でいかにこの、まあ、場というものをね共感する人たちが集まってね、そしてそれをつながりでもって、残していくのかっていうところがね今非常に大事な時になってんじゃないかなと。だからまあ経済的な合理性だけで考えるともう温泉を残す意味がないんだけども、それを、ね、中村さんや石橋さんが違った意味で、光を当ててね、まあ、そして、まあ、そこに新たな、つながりを作って、また新たな、まあ、市場というかな、まあ、そういったものを作っていった、まあ、そういうところがね、まあ、すごいなというのは思いましたよね。そもそも中村さんと石橋さん異なる会社 の、うん、方ですし、そういうお二人が出会って場がつく、まあ、生まれ変わったっていうのもすごいなと思いますし、うん、なんかお話の中にもありましたけれども、こうお客さんと今度自分たち運営する側の境目もこう溶けていく、うん、様というのもすごくこう共感、うん、する部分があるなと思いながらお話を聞きました、うん、ね、まさに、まあ、そこがすごく大事なんだけども、会社の中の者同士だけだとかね、またいつも会ってる仲間同士だけとかね、まあ、そこからはねなかなか新たな知見というのは生まれてこないよ、ね、ちょっとこうクローズな、うん、だからは我々もカフェを作ったのはそういった意味でもよかったなと思うんだけども、まあ、まさに中村さんがまあ話していたように、まあ、カフェというのは、まあ、これハバマスっていう人が哲学者が言って社会学者が言ったんだけども、もう民主主義というのはカフェから起きたっていうね、まあ言われるぐらい、そういったその公共の場だったんでね、でそこでいろんなことが話し合われて、でその中で口論というのがね、まあ、できてくる、まさに、まあ、先ほど中村さんが言っていた話、まあ、それと、まあ、石橋さんがまあ話していたように、まあその人が集まるところ、そういった 場にはですねパワーがやっぱりある、でそこから次々と、まあ、いろんなつながりからこうビジネスがね生まれてきたり、まあ、人と人が対話しながら新たな、運動が
ね、座って生じてたりするわけで、うちの、まあ、カフェもね、そこから、カレーをやりたいっていう人がいたりとか、ダープをやろうだとか、でまた、ね、そこから、次のの、まあ、展開で秋葉神社のね、まあ、そういった活動が起きたりだとか、まあ、そういうふうに人がやっぱり集まるところには信頼が生まれ、信頼が生まれるとそこにね、次なる証券や、市場が生まれてくる、まあ、こういったところがね、やっぱりあるのかなというふうには思いますよね、うん、はい、はい、まあ、同じ台東区ですし、うん、こう未来に向けて語る場ということで、ね、なんかすごい新規の、はい、同じね、うん、ぜひちょっといろいろ勉強させていただきつつ、あのお互いカフェ頑張っていきたいななんていうふうに思いました。あの中村さん、石橋さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、次のコーナーお願いいたします。今日も元気に野菜がうまい、しまらま田所カフェコーナー。はい、私たち有限会社人事ロームが運営する、903シティファーム推進協議会が、2020年のですね、あの昨年ですね、先ほどのお話で、農と食で地域がつながるをコンセプトに、台東区かっぱ橋通りに本通りにコミュニティカフェ田心カフェをオープンいたしました。私たちからの町から90分以内で取れる、まあ、新鮮なお野菜、無農薬減農薬のお野菜を店頭で販売するとともに、それらのお野菜を使ったあの体に優しい、メニューを、ボランティアメンバーの皆さんとともに提供しています。で今回はですね、あのちょうど先日開催いたしました秋葉マルシェにの場所として、まあ、あの一緒に開催させていただいて、あと浅草田んぼプロジェクトでもお世話になっております秋葉神社さんに、お話をお伺いして、お送りしております。それでは VTR ご覧ください。今日も元気で野菜がうまい、しまうま田所カフェコーナー。皆さんこんにちは。今回の田心カフェコーナーは、普段ですね、あの浅草田んぼプロジェクトでもお世話になっており、また2017年から、私たちの田心マルシェにご共感いただきまして場をご提供いただいている、秋葉神社さんの、沼部宮司さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。はい、早速なんですが、はい、まあ、まずですね、秋葉神社さんの、歴史、そしてこう1年を通した秋葉神社さんの動きというのをまずお伝えいただければと思います。はい、歴史はね、歴史自体は長くないんですけど、あと話をするとちょっと長くなっちゃうかもしれませんけど、もともとこちらの神社は、はい、今秋葉原駅があるあの場所、駅が建てられる以前にあの神社が明治に入ってから創建されたということで、まあ、歴史的にはあの神社としてはだいぶ新しい神社なんですね。火伏せの神様というか、火土水の神様をお祭りをして、火災を鎮める目的で、まあ、東京一円の火災鎮護の祈願所という位置づけで、当時の東京府が主体になって神社を建てになった。それが今秋葉原駅があるあの場所なんですね、はい、で鉄道が敷かれることになりまして、神社はこちらの方に遷座をしてきた。まあそれが明治21年ということですので、まあ130年ちょっとでしょうか ね、こちらに移ってから130年ちょっとということですね、まあ、それで、秋葉原駅の名前の由来になった神社ということで皆さんから親しまれているという一面もございます。あの毎年こう私たちも参列させていただいているあの日渡りの行事でも、あの秋葉原の駅長さんもいらっしゃってあのご挨拶もいただいたりされてますけれども、あの神社はもう本当にこう長年、そうですね、あの実際本当にいつからあの形で行っているのか、私も正直本当に細かいことはわからない、はい、ただもう何十年、50年、60年続いているのはもう間違いないですね、まあ、昭和20年ぐらいから、20年代からですね、はい、当時からその日渡り式を行っている写真というのが残っておりますし、そう考えるともう70年ぐらいやっていることになるんでしょうかね。本当に形としてはずっと変わらず、本当にまあ、ある意味地元の風物詩的な行事でもあるのかなと、はい、思っております。もちろん、神社としても大変重要な神事というものですね。50年続けてらしたところなんですね、は
一つちょっとこう別でお伺いしたかったのが、気になってたのが落語の、はいはいはい、あのお話、牛褒めに、あ、はいはい、あの出てくるお話、あの真相といいますか、はいはい、やっぱね、はい、落語好きの方とか、はい、今落語を稽古してるんだっていう方なんかが、うん、結構ちょこちょこお見えになるんです。ぜひこちらの札をいただきたくてということで、遠くからはね、北海道からお見えになった方もいらっしゃるんです。そうなんですね。牛褒めという古典落語ですね、はいはい、秋葉様のお札というのが、まあ火伏せの意味で、はい、お台所に貼っとくといいよっていうお話からね、まあちょっとオチとしてはちょっとまた変わったオチに、ね、下げというんでしょうか、はい、下げの部分はね、ちょっと変わった形になりますけど、そうですね、ユニークな、まあ、そういう意味では大変秋葉様のお札っていうのが、はい、店の象徴という意味では分かりやすい落語かもしれないですね。ぜひちょっと見ていただきたいですね。はい、はいはい、ありがとうございます。また今ですね、まあ、マルシェですね、2017年からこうさせていただいていて、そしてこう蘇れた浅草タムプロジェクトという形でこうご協力いただいてますけれども、こうそこにかけるこう井口さんの思いとかっていうのを次に伺っていきたい。はいはい、これはね、神社としても皆さんの方から、お声かけていただいて、何かそういう、初めは私もね、マルシェっていうのがちょっと正直想像がつかなかったんですけど、そうですよね。まあどういう形なのかなと思いながら、ただ一つ思ったのは、こういった何かしらの場で、地元の人たち含め、いろんな方々のコミュニティの場としてね、まあわずかであっても、はい、役に立つんであれば、これはありがたいなというところでございますね。こちらこそも大変ありがたくてですね、本当にこう、まあ、昨年からカフェを私たちの場を作らせていただいたんですけれども、本当にこう2年前からこう場をいただいてたことっていうのは本当にありがたくてですね、そこでこう毎年こう1年1回でも顔を合わせる方がいらして、そこから今に至っていくのに、はい、すごくありがたいなと思っております。そうしましたら今回はですね、秋葉神社さんの歴史と、そして、まあ、ちょっと落語にも触れていただきましたが、そして私たちの活動、マルシェ、そして浅草田んぼプロジェクトへかける思いというのを伺いました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。私たちは毎月の最終土曜日に浅草田んぼプロジェクトを開催しています。ぜひ遊びに来てください。またこのラジオを見て加山で遊びに来てくださった方には少しばかりの特典をご用意しております。ぜひ加山で遊びに来てください。またね。はい、ありがとうございます。はい、ちょうど今週末ですかね、田んぼプロジェクトは、ね、うん、まあなんとかね、コロナの中でもちょっとずつ遠隔でオンラインでね、やってこう開催してね、なんとかね、うまくいったんじゃないかなって思いますね。秋葉マルシェ、はい、うん、なんか紙飛行機の飛ばすのがすごくいい笑顔が飛び交ってましたけれども、いい、うん、はい、で今ちょうどいつの間にやらアイスコーヒーがということで置いてあるんですが、これも田心カフェに並んでる品ということですかね。そう、帝コーヒーさんってい いう、まあ、軽井沢だよね、すごい行列ができるようなコーヒーなんだけども、まあ、この辺で置かせていただいてるのはうちだけだというのはね、うん、まあ、ありがたいご縁だなって思っていますけどね。はい、ちょうどカフェでもこのコーヒー扱ってるということで、こういう形で販売もしているということですので、ぜひお近くにお越しの際はカフェにお立ち寄りいただければと思いますし、ぜひ田んぼプロジェクトちょうど今週末ということもありますので、ご興味ある方はお声掛けいただければなというふうに思います。はい、じゃあそろそろ終わりの時間になるんですけれども、まあ、最後一言という感じですかね、いかがでしたでしょうか。はい、まあ、今ね、その、まあ、宮司さんからお話ありましたけども、やっぱりこう、まあ、日渡りの行事ももう70年超えて、まあ、こちらから移ってきたから130年っていう話しましたけども、やっぱその思いをねずっとこう伝えていく、まあ、不意気流行っていうね、まあ、今日、開催員さんも言ったけども、その温泉が人が集まればそれ をいかに保存していくのかっていう話がありましたよね。我々のカフェももともと健康で、安心安全な、まあ、そういった人がストーブだったんだよね。やっぱそれをね、やっぱりずっとそこで保存していきたい、まあ、やっぱそこのところにね、やっぱりこう、まあ、変わらない、まあ、不易流行という言葉があるけれども、
変わらないその思い、これをいかに、まあ、次の世代に伝えていくのか、町の人たちに伝えていくのか、まあ、こんなところが、まあ、まさにね、まあ、今日の島村ラジオの一つのコンセプトになるんじゃないかななんていうふうに思いましたけどね。はいですね、いろいろな地域の方ともご縁を重ねながらしっかりとこう場を残していければななんていうふうに思います。ありがとうございます。はい、それでは、ラジオを、聞いていただいた皆さんもいかがでしたでしょうか。下町しまうまラジオ、こちらの番組のホームページより過去の放送分もご覧いただけますので、ぜひいろいろな皆様にお話しいただいておりますので、そちらの方も見ていただければなというふうに思います。本日の放送を聞いていただきまして、どうもありがとうございました。次回放送は、8月の24日の火曜日、はい、の14時からになります。次回もお楽しみにしてください。それでは本日どうもありがとうございました。